皆さんこんにちは、ベアンです。今日はですね、シンボルさんから新しく登場した TP ミニというワイヤレスビデオ伝送システムをご紹介します。屋内用のワイヤレスビデオ伝送システムになっているんですけれども、果たしてこれがどういったものかっていうのを皆さんにご紹介していきたいなと思います。まずはですね、こちらの商品の基本情報から見ていきたいと思います。でこちらのね、商品はですね、 TP ミニというワイヤレスビデオ伝送システムになっています。ワイヤレスビデオ伝送システムっていうのがどういうものなのかっていうご説明なんですけれども、ケーブルを使わずに離れたところからカメラで撮影している映像をモニターだったりディスプレイに映して確認することができるよというシステムになっています。価格についてなんですけど、価格はこちら今89ドルというところで、日本円に換算するとだいたい1万4000円ぐらいで購入できるものとなっています。他のワイヤレス伝送システムと比べるとかなりお安くなっていて、果たしてじゃあ中身がどんなものなのかっていうのをですね、これから見ていきたいなと思います。はい、それではですね、早速使ってみたいと思います。はい、で今回ですね、ちょっとね、いろいろと用意する時間がなく、あり合わせの機材でのセッティングになるので、そこは申し訳ないんですけれども、まあ、どうやって使っていくかっていうところを皆さんにご説明していきます。こちらが今回紹介させていただいているシンボルさんの TP ミニというワイヤレス伝送システムになります。でカメラが FX3 で、今回そのバッテリーをね、本来はここにね、こうやってバッテリーをつける部分があるんですけれども、今回バッテリーを用意できなかったので、モバイルバッテリーで給電していきながら使ってみたいなと思います。で、一つはモバイルバッテリー、一つはケーブルで給電していきながら使ってみたいなと思います。で、必要なものは HDMI が2本必要です。で、この機材をワイヤレスなんで遠隔で映す必要があるので、前にはですね、アトモスの忍びを置いています。で、ここでまあ撮りながらどうやって動いていくのかっていうところを見ていきたいなと思います。まずセッティングについてなんですけれども、こちらの TX って書いてあるものをこのカメラに取り付けていきます。こういう感じですね。で、こっちのカメラの給電はこのモバイルバッテリーで行っていきます。で、使う際にはここにですね、電源のオンオフボタンがありまして、ここをオンにしてあげることで電源がつくという形になります。ここに RX って書いてるんですけれども、この RX という書いてある方はモニターの方につなげていきます。こっちもですね、ケーブルで給電しながら使っていきますので、 USB のところにケーブルを挿していきます。はい、この TP ミニの給電に関してはこれで OK です。で、次に HDMI のケーブルをつないでいきます。この HDMI をつないでいくんですけれども、これまず TX って書いてあるものの HDMI IN っていう方に HDMI を片方挿していきます。 HDMI 端子の方に挿していきます。でですね、モバイルバッテリーの方もつなぎ直して、このような形でカメラ側は準備完了です。で、次にモニターの方のね、このワイヤレスをつないでいきます。こちらも HDMI アウトというところがあります。で、差し込んであげる、差してあげます、オンにします。するとですね、このようにモニターの方に、TP ミニとカメラ、 TP ミニとモニターを接続してくださいというような表示が出ます。接続方法なんですけれども、接続をしてくださいという画面になります。先ほどの画面が、なのでこの TP ミニの両方の横に四角いマークがあって、この四角いマークの上のここのボタンですね、ここをですね、両方を一緒に長押ししてあげます。まあ、するとモニターも、このようにこうやってね、上下にするとああやって動いてますよね。ワイヤレスで映像が届く仕組みになってます。結構ね、こうそれほどの遅延もないかなってぐらいスムーズに動いてますね。なんか思ったよりスムーズです。正直これぐらいのね、ズレだったらそんなに気にならない撮影の方が多いんで、ね、シビアな撮影は厳しいかもしれないんですけど、まあ、これぐらいの遅延だったら全く問題なく使えるかなと思います。
で気になる画質面なんですけれども、例えばモニターが 4K 対応のものだったとしても、こちらで使っての出力っていうのは 1080p が限界になりますので、モニターに、ね、映る映像としては 4K で撮影してても 1080p の映像が出力されるということになっています。こちらの商品がですね、 5GHz の電波を使うというところで、今日本の屋外での使用は禁止されておりまして、室内用となっております。なので使用用途としてはスタジオでの撮影でクライアントさんに軽くチェックしていただいたりとか、そういうところでの使用になってくるかなと思います。若干のね遅延はあるんですけれども、正直そんなに気にならない程度なので、全然問題なく使用できるかなと思います。はい、こちらいかがだったでしょうか。僕のね意見としては、本当にこの金額でワイヤレスビデオ伝送システムが購入できるのであれば、すごいお得だなとは思います。ただもうすでにワイヤレスビデオ伝送システム持っていて、買い替える必要はあるのかって言われると、そこはないかと思うんですけれども、初めてワイヤレスの伝送システム使ってみたいという人には、結構ねおすすめの金額だし、手出しでしやすいねお値段になっているので、皆さんぜひ一度試してみてもらえたらなと思います。実際にクライアントモニターがあるとないとでは、クライアントにとってもプラスだし、こう自分にとってもですね、そういった確認してもらえるような準備をしているっていうところで、すごくプラスに見てもらえることもあるかなと思うんで、もし気になる方はぜひチェックしてみてください。本日はですね、シンボルさんから発売されている TP Mini というですねワイヤレスビデオ伝送システムをご紹介させていただきました。皆さんね、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。